超 211cm、体重 108kg。ポジションはセンター。1970年代のアメリカバスケットボール界で活躍し、大学時代はカリフォルニア大学ロサンゼルス校で NCWA トーナメントを連覇。プロリーグ ABA では新人王に輝き、ABA、NBA 双方でリバウンド王に輝いた経歴を持つ。ネーターは UCLA が 名称ジョン・デン指導の下で1960年代後半から1970年代前半にかけて達成した伝説的な NCWA トーナメント6連覇時代の一員であり1971年と1972年にトーナメントを制覇した1973年に ABA のバージニア・スクワイヤーズに入団するがシーズン中に 現金30万ドルにドラフト指名権との交換でサンアントニオスパーズにトレードされる。スパーズ遺跡を機に活躍の機会を得たメーターは成績を大きく伸ばしルーキーシーズンは平均14.1得点12.6リバウンドリーグ1位となる FG 成功率55.2%の成績で見事に ABA の新人王。 オール ABA セカンドチームオールスターに選ばれた。翌1974から75シーズンには平均15.1得点16.4リバウンドを記録してリバウンド王に輝き2年連続でオール ABA セカンドチームオールスターに選ばれている。しかし1975から76シーズンのニューヨークネッツ遺跡を機に成績を落としシーズン中に フルスのスクワイヤーズにトレードされている。経営が行き詰まっていた ABA は1975から76シーズンを最後に消滅。レーターは1973年の NBA ドラフトで彼を指名していたミルウォーキーバックスが獲得することになり、彼は NBA で最初のシーズンである1976から77シーズンに 平均13.0得点12.0リバウンドの成績を残した。シーズン終了後、将来のドラフト指名権とのトレードで、バッファローブレーブスに移籍。以後、サンディエゴクリッパーズに名を変える。このチームで、ネーターは6シーズンを過ごし、故障を抱えた最後の2シーズンを除く4シーズンで、平均ダブルダブルを達成し、1979から、 80シーズンには、平均15.0リバウンドを記録して、リバウンド王に輝くなど、クリッパーズのインサイドの柱として活躍した。1983から84シーズンには、ロサンゼルスレイカーズに移籍し、カリーム・アブドゥル・ジャバーのバックアップとしてプレー NBA 移籍後発のプレイオフを経験し、NBA ファイナル進出も果たしたものの、ボストンセルティックスに敗れ優勝はならなかった。このシーズンを最後に、ネーターは、現役から引退した。basketball-referenc.com。ありがとうございます。